はい、レビュー始めます。今日はこちらマクドナルドですね。今日発売の、今度オーストラリアオージーデイとチーズです。前のインドみたいな、そう、マイルドとホットとかじゃなくて、普通のハンバーガーとチーズ挟んだやつらしいです。OG、スモークバンズ、スモークバンズに、どうだろう、で、イエローマスタードソースをと、なんか香味野菜ソースをかけて、まあCM で言ってますけど、このパストラミを挟んで、で、レタスですね。見た感じも、ガツリ挟まれてます。香味野菜ソースと、イエローマスタードソースがこちらですね。これは、もう一枚ね、パストラミ落ちちゃったんで、食べるのが難しいな。じゃあちょっとソースのところをいただきます。あ、野菜の味がする。なんかパストラミ、あ、これソースが美味しい。あ、このソースのドレッシング、あ、美味しい。あ、ドレッシング出してほしいです。パストラミね、ちょっとわかんねんだよね、よく。パストラミだけで食べた方がいいかも。胡椒が効いてます。うん。あれ、さっき私ちゃんと食べたはずなのに。これソースと一緒に、なんかね、その香味野菜のソース、イエローマスタードソース、えらい美味しいですよ。あ、ソース当たり、あ、ソース必要ですね。ソース大事。で、まあ一応ね、チーズが入ってますっていうのだけなんですけど。よっ。オージー。これなんかいい感じの作りですね。チーズ入ってます。パストラミ。ソースです。チーズと一緒に食べるとどうだろう。いただきます。ちょっとチーズの味が勝っちゃってるかな。あ、このチーズはでも美味しいから好きなんですけどね。そうですね、あ、好き好きかな。あ、でもほんとチーズの味がちょっと勝っちゃってるんで、普通にこのオーストラリア版のこのオージーデリー食べたいなと思ったら、普通のやつを食べた方がいいですね。ソースが本当に美味しかったですよ。これはこれだけのなんかソース、ほんとドレッシングを出してほしいなって思います。香味野菜って何が入ってるんですかね。とりあえずね、パストラミがな、とりあえず大量にダンダンダンって入ってますんで。野菜生活かなんかと食べるといいかも。はい、今日はマクドナルドのオージーデリいただきました。以上です。